ブロクターか。大丈夫だ。向こうに光が見える。そこから出る。 攻撃で地面が陥没。地下の洞窟へ落下。それだけだ。洞窟？幸い出口は近いから。ちょっと待てよ、無視すんなって。心配するな。ここを出たらたっぷり話を聞いてやる。覚悟しておくんだな、密偵め。俺が密偵？ なぜあの戦場にいた。我らが戦力を探りに来たのだろう。俺は妹イリーナを探してただけだ。イリーナ？
貴様の名は？ラッシュ、ラッシュサイクス。ラッシュサイクス。いって。妹を探していると言ったな。何があった？言え。俺たちはユラム島で暮らしていた。何拗ねてんだよ。ビジストーンだ。待ってね。あ、よーラッシュ、イリーナ、二人とも元気でやってるか。父さんと母さんはエリシオンのアカデミーで充実した日々を送ってる。以前から続けていた研究に新しい発見があったんだ。あ、もっともそのせいで研究が長引き、すぐには帰れなくなったんだが。ほら、やっぱり。だから、あなたたちにもエリシオンに来てもらおうと思って。ほんと勝手なんだから。この発見はレムナントの新しい利用法につながるはずだ。そうなれば人々の暮らしはより、お前たちのことが先だな。すまない、寂しい思いをさせてしまった。あなた、録画時間は？あ、ああ、それでだ。そちらに迎えを送る。準備しておいてね。ラッシュ、イリーナを頼むぞ。時間切れか。父さん喋りすぎだよ。不安なのか？うん、私この島から出たことないから。でも大丈夫、もうすぐみんなで一緒に暮らせるから。そうだな。え、なんだ。処分しろ。突然空飛ぶ化け物が襲ってきて、妹のタリスマンが不思議な光を放った。わからん、そんな話を信じろと。嘘じゃねえって。ともかくまずはここから出るぞ。お前も一緒に来い。
つらを叩くぜ。見せてやる。このよし。なんだ。こんな奴がいたとは。気をつけろ。光を放つタリスマンの話は本当だったか。ダビッド様、私のためにこんなところまで申し訳ありませんでした。お前が無事でよかった。彼はサイクス博士の息子だそうですが。分かった。アスラム四将軍が一人、トルガルと申す。我が主アスラム公爵閣下よりお礼の言葉がある。こちらへ参られ。我がエマ・ハニウェルを助けてくれたことも感謝する。貴公の妹のことだが、賊が我がアスラム領内に逃げ込んだとあれば見過ごすわけにはいかぬ。アスラムまでご足労願おう。は？つまり公爵閣下は貴公の妹探しを手伝うとおっしゃっているんだ。大丈夫だ。俺、空飛ぶ光を追いかけてここまで来たけど、この先どうしたらいいかわからなかったんだ。でも、あんたみたいな偉い人が助けてくれるなら、なんとかなるかもしれない。ありがとう。俺はラッシュサイクス、ラッシュでいい。あんたは？アスラム公爵、ダビッド・ナッサンだ。ダビッドで構わん。ありがとう、ダビッド。では、アスラムへ戻って情報を集めるとしよう。全軍、直ちにアスラムに帰還する。イエス、ガルド。ダビッド、早く行こうぜ。いい加減にしろ、この無礼者。アスラム校を呼び捨てにするとは何事か。なんだよ、別にいいだろ。意外と単純でしたな。これならば。まだ分からんさ。
イリーナ城と彼女をさらった族のことはすぐに調べさせよう。トルガル、ラッシュ殿、アスラム城に部屋を用意させた。ユラム島から来たのだ。まずはゆっくりと長旅の疲れを癒し、それから情報が届くのを待つといい。このままじっとしてろってろ。冗談だろ。俺は俺で調べてみるよ。わかった。好きにしろ。しかしあまり無茶なことはするな。まだ素性が確認できていないんだ。城にあげるべきではない。私が調べておく。俺もう行きたいんだけど。いいよね。情報収集をするのならここを出て、まずはクラージェクにあるパブに行ってみるといい。我々に用があるならアスラム城に来い。わかった。ありがとう。何か分かったのか？バグズ。アスラム四将軍が一人、パグズと申します。イリーナ城に関してですが、残念ながら新たな情報はありません。しかしながら、興味深い情報を二つ入手しました。一つは、若い女性を引き連れた怪しい一団がガスリン洞窟へ向かったというものです。若い女性。もう一つは、ロベリア廃城にて夜ごと怪しい人影が目撃されております。あの廃城は昔から犯罪者の巣窟だ。今回もその類では？今回は違いますな。信頼できる筋からの情報によりますと、どうやらアスラム兵が出入りしているとのこと。確かに興味深いな。ありがとうパグズ。俺その場所を調べてみるよ。待ちたまえラッシュ君。それでは四将軍を連れて行きなさい。アスラムの平和と秩序を守るのも我らの務め。どちらも見過ごすわけにはいかないのだ。それにラッシュ殿は世界的に高名なレムナント研究者サイクス夫妻のご子息。そのラッシュ殿のために我らがお手伝いするのは当然のことです。申し訳ないが、素性は確認させてもらった。いや、父さんたちが有名人でよかったよ。
構わん、エマ。報告を。イエス、マイロード。取り急ぎ、セラパレスにあるアカデミー支部と連絡をつけ、こちらでラッシュ殿をお預かりしている旨は伝えました。アカデミーに連絡してくれたのか。助かった。アカデミーって、連絡をなかなか受け付けてくれないからさ。あそこは秘密主義の塊だからな。ありがとう、エマ。しかし、エルシオンのアカデミー本部にまで正確に伝わるかどうか。大丈夫だよ。家族がさらわれたんだ。いくらアカデミーでも父さんたちに伝えてくれるさ。ただ、サイクス夫妻は現在、大事な研究に関わっておられる。動けるまでには時間がかかるだろう。ご両親から連絡があるまでは、私が力を貸そう。ああ、ありがとう。行くぜ！